吉野春江さんとリモートがつながっております。早速お呼びしましょう。吉野さん。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっとお天気が雨で急に気温も下がって、うん、体調いかがですか？いや、寒いよね。寒いよね。ね、もう嫌になっちゃう。急に冷えて。だよね。ちょっと、こういう時、若いっていいよなって思うね。なんで若さ関係ある？いや、若い。だってさ、子供たちは走り回ってるでしょ。確かに。そこまで若いのね。もう子供そう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 。汗かくから、あの人たち、この気温でも汗かくからね。ねえ。確かに。すいません。はい。じゃあ、お元気ということで進めさせていただきます、はい。よろしくお願いします。さて、発達障害の基本のキーを先月教えてもらったと思ってるんですけど、まあ、そうだと分かった時に、はい、じゃあ、どうやって受け止めるかっていうようなお話を今日は掘り下げたいと思います。よろしいですか？はい、はい、お願いいたします。まあ、発達障害のその具体的な特性をまずちょっとおさらいした上で、まあ、その場合どういうふうに受け止めるのがベターなのかという質問になるのかな。吉野さんだったらどうしたのっていうことをちょっと今日は聞いていきたいと思います。あ、はいはい。うん、で、発達障害のその、まあ、吉野さんの分かっているその具体的な特性、もう一回教えてもらえますか？うん、私の場合でいくと、まあ、忘れ物が激しいとか、うん、落ち着きがないのもあるし、先の見通しが立たないことが苦手だし、ちょっとこだわりが強いので、うん、新しい場所に行くことができないだとか、そういったものがあるんですけれども、まあ、認知の歪みも多少入ってますね。まあ、全体、皆さん、いろんな特性があって、例えば、ADHD だからこれなんだとかっていう、あんま決まりがなくてですね、結構混在してることが多いんですよ。あ、そこ、ちょっと基本にもう一回立ち返りたくて、今、ADHD っていう言葉が出たでしょ？はい。他にもこのローマ字で表されるのありますね。ああ、そうね。ADHD は、まあね、日本語だと長いんですよ。うん、注意欠如多動性症っていうね、ちょっと長いんで ADHD って言ってますけど、はいはい、それ以外だと自閉スペクトラム症っていうのが ASL、うん、あの ALD、ごめんなさい、本当に今ド忘れしちゃった。大丈夫、自閉スペクトラムでいこうか、じゃあ、はいはい。そうそうそう、うん、それと、学習障害が LD って言ってるよね。あ、そうだよね。だけど、うん、でもね、多分ね、ADHD ぐらいかな、うん、そうやってアルファベットで言うのって。あ、そっかそっか。そうだよね。だから、あんまり耳なじみがないのかもしれないんだけど。そう、長いからそういうふうに。なんか私のイメージでは、こう、型にはまるじゃないんだけど、ADHD と診断されたら、ADHD の特性なんだと思っていたんだけど、どうやらそうじゃないんでしょ？最初にちょっとおっしゃった、いろんなことがこう、合わさってる症状があるわけね。うん、そうだね、うん、というのも一応ね、 お医者さんに行くと、うん、まあ、診断されました、なんて診断されましたって言ったら ADHD って言われることがありました、うんうんうん、でもしばらく経って、うん、別のお医者さんに行きました、うんうん、そしたら自閉スペクトラムっていう診断がありました、うん、なるほど。じゃあ間違ってたのかって言ったら、実は間違ってたわけではなくって、うん、両方併害してるって場合もあるんですよ。はあ、そっかそっか。で、2回目の方がたまたま自閉スペクトラムの方が強く出てるなっていうところで、それが出たっていうだけで。はい、うんうんうん、なので最初に、うん、ごめんどうぞ。ごちゃごちゃなってくることはあるんです。そうだよね。最初に吉野さんが具体的にどういう特性ですかって聞いたときに、うん、忘れ物とか落ち着きがないとか、うん、まあ、新しい場所が苦手とか、あと認知の歪みって言ってくれたら、はいはい、要するにこれがいろんなところにこう、なんていうの、円グラフでいくといろいろ被ってるって思っていいわけですよね。そうそうそう、はい。うん、であればこそ、まあ、うん、すごく嫌な言い方だけど、型にはめると分かりやすいみたいなとこあると思っていて、例えば ADHD ならばこういう対処法、うん、LD 学習障害ならばこういう対処法っていうのがひょっとしたら見えてきてるのかなと思ったんだけど、どうやら一筋縄ではいかないということね。そうだね、難しい。特にね、 LD と ADHD は特性が似てたりするんですよ。あ、そっか。うん、なのでちょっとその特性だけでは難しい部分もあるし、うん、
その診断名だけであのサポートしようっていうか対処しようっていうのもまた難しいんですよね、うん、なるほどね、うん、あの安心材料として診断名を受けるっていうのはもちろん必要なのかもしれないけど、いろいろな可能性があるかことが分かっていて、これで吉野さんご自身、うん、そういった一つ一つのことを、うん、特性をどういうふうに受け止めてきたのかっていうのはどうなんですか。うん、あの前回も言いました、私あのもう自分の特性に慣れちゃったからって言いましたけれど、慣れって言ったよね、うん、でも慣れたから別にあの辛くないわけではなく、うんうん、あの自分がもう50何年も生きてるとね、うん、辛くないようにする方法っていうのを身につけちゃったわけですよ。なるほど、ね、だけどやっぱりさっきも言いました、物忘れ、物忘れって言ってあの皆さん誤解されること多いんですけれど、はい、あのいわゆるなんていうのかな、あの皆さんが知ってるような本当に忘れ物っていう、なんていうのかな、今聞いたことを忘れるとか、うん、この間言ったことも忘れるとかっていう、その忘れ物というよりも、うん、どちらかというと注意散漫、あの ADHD の不注意から来る、うん、あの注意散漫で忘れるっていうことが多いんですね、うんうん、で私の場合もちろんあのワーキングメモリーもちょっと小さいんで、うん、今話を長い例えば、10桁ぐらいの数字を言われても、うん、んってこう覚えきれないとかね、はい、そういうのはあるんだけれども、はい、あのよくほら私はトイレ行くの忘れるじゃないですか。そう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 、で行こうと思うんですよ、うん、行こうとしてトイレに行く前に違うものに興味を示してにすると、うん、まあそこにもう自分の気持ちがそこにシフトしちゃったらもうそこがもうアウトなんですよね、うんうんうん、シフト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 ってやっていくうちに気がついたら結局トイレ入ってなかったじゃんみたいなことになるんで、うん、それがまあ忘れ物として物忘れっていうふうに言ってますけれど、はい、注意散漫だとか、あの自分自閉スペクトラムの方がちょっと強くてこだわりが強いっていうのがあってですね、はいはい、あの同じ道を通りたいとか、あの初めて行く場所はまあ苦手ですとか。難しいよねこれ、外で同じ道を通りたいっていうのは結構な難儀よ。もう極力そのか例えばあの自分の家から、うん、あのスタジオまで行こうとしたら、うんうん、いくつも通り方があるのに、行き方があるのに、はい、一度行ったこの道でじゃないと安心しないとか、はい、うん、まあ、あの今日はちょっと気分がいいからちょっと変わった道でも大丈夫そうっていう時はそうなんだけど、うん、今日はちょっと不安だなと思ったらやっぱり同じ道を行かないとちょっと落ち着きがなくなるとかね、うん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 、そういったこともあるし、あの認知の歪みっていろいろあるんだけれども、はい、特に強いのはこうでなければならないだとか、はい、うん、そういうのは、まあ、ちょこちょこまあ、出てますね。直したっていうか気をつけるようにはしてるんですけれども、これさ私が想像するっていうか、うん、自分の中でもこうでなければならないって決めちゃうと結構自分が苦しくなりませんか。あのね、うん、これ後発的なものであれば直そうっていうのは簡単なんだけれども、はい、生まれた時からそんな状態になってるので自分がそういうふうになってるんだっていうのがわからないんですよ。なるほど。人から指摘されてもこれが考え方として当たり前じゃないのっていう形になってくるので、うん、なかなか難しい。で認知の歪みって、まあ、それだけじゃなくて他にもいろいろあるんだけれども、はい、特に認知の歪みに関してはもう生まれた時からもうこういう考えしかできない状態で来てるので、うんうんうん、直しづらいというか指摘されてもいまいちわからないとかね、場合によってはちょっと性格悪いんじゃないのっていうような言われ方もするけれども、そういったのもちょっと持ってますよね。これ今でこそ吉野さんに教えてもらった脳、うん、のなんだっけエラーじゃん、うん、エラーバグとか、そうだよね、エラーとか、うん、脳のエラー脳のバグっていつも吉野さんがおっしゃるのがなるほどって思っていて、はい、それってまあ直すものでもないだろうし、うん、かといって自分を受け止めてそれをが社会生活であの通るかって言ったら通らないこともあって、やっぱり辛いんだろうなって想像するんですよね、うん、もうあのね本当そのバグを直したために違うバグが出てくることもあるので、ありゃりゃあの、うん、だから直せばいいっていうものでもなく、 その直すために、うん、苦労して疲れて頭がもうおかしくなって違うところがやられちゃうってこともあるんですよね。なるほど。だから今までこう、まあ、ずっと自分は小学生とか中学生あたりまではちょっと変わった人間っていうか、やっぱ他と違うなっていうのはあったけれども、うんうん、直そうとするというよりもなんで周りがそう言ってるのか、周りができてるのかがわからない、うん、で当たり前のことがなんで自分にはできないんだろうっていうその辛い気持ちっていうのはずっとあったし、けどそうですね、仕事を始めて、はい、まあ、たまたま入った仕事先のお客さんがですね、はい、いろいろこう、まあ、言ってくるんですよ、うん、まあ、普通はこうだよなとか、ははなるほど、
なんかそんなのがいろんな、まあ、あのそれもいろんな地方の方とお会いすることがあって、はい、いろんな人から普通は普通はって言われてたら、うん、普通全部ちゃうやんって、なるほどね、感じで、はいはいはい、何が普通なのかもう分かんないよっていうところだったんだけれども、はいはいはい、だからいろんな、ここの人はこれが普通なんだ、ここの地方はこれが普通なんだっていう形に覚えていって、なので違う自分用の辞書ができたみたいな。すごい。リサーチして自分なりにその普通っていうのをこう蓄えていったわけだ。そう、なんかそんな感じでやらないと自分が疲れちゃったんですよね。あ、だから、まあ、あのなんとなく分かるというよりも、あ、ここの地方のこういうタイプの人だから、こういうの人はとっての普通はこういうことかもしれないみたいな。なるほどね。それはやっぱりさ、自分の特性を知っていくことにつながるんですか？そのなんか、なんだろう、それを決めることの方が 楽っていうの、なんていうの、うん、どういう、そういうふうにして慣れてきて、うんうん、で結局自分がその診断を受けたのがもう40過ぎてからだったけども、はい、その時はもう本当に分からなくて、なんで自分はもう他と違うんだっていう、うん、変わってるっていうのだけは分かってたけど、はいはい、でもそれだけだとやっぱり、なんていうのかな、孤立するっていうのはもう分かってるんでしょう、うん、はいはい、学生の頃みたいには戻りたくないっていうのがあるから、いやそうだよ、ね、必死にこう自分を作っていくっていう部分はあったね、うん、自分らしいではないんですよ、うん、はははは、自分らしくない、作ってちょっと周りに合わせるっていうか、こうやるんだけれども、うん、これがなんていうのかな、自然にできるんじゃなくって、うん、もう本当に辞書を通して、うん、ちょっとこういう形にはめてこうすればなんとなくうまくいくっぽいかなみたいな、そんな怪しい雰囲気を持っていってる。だけどこれが特性だとかそういうのは全くわからない。ただその40過ぎた時に、あなたもそうですよね、お母さんもそうですよねって言われて、うん、あ、言われてみれば息子と被ること多いじゃんっていうような、うんうん、あ、そう考えると自分もそうだな、これが特性だったんだなっていうふうに考えてからは、もっと、うん、もしかしたらもっとあるのかもしれないっていうところで自分もやっぱ探し始めて、うん、あ、これも特性の一つじゃん、これもだなとかっていう、まあ、中には本当に軽いもので、まあ、他のね、一般的なその周りにいる人たちも持ってるようなもう軽いものから、これかなり重度だなっていうようなものもあったりして、でもやっぱこれをこうどうしていいかっていうところで最初は悩んだけれども、うん、はい、息子を育てるときに、はい、無理強いしたら治るかって言ったら自分が治らないのは分かってるわけだから、はい、あ、これ無理強いするものじゃないわ、できないものはできないで、できないなりに何か方法を考えなきゃいけないんだっていうところで、受け止めるっていうところですかね、一番は。そっか、うん、意外とね、自分の特性知ってるようで知らないっていうことが多いんですよ。うん、目立ってこう周りから言われることは知ってるけれど、うん、それ以外に言われないことに気づかないみたいな。まあね、いつも人といるわけじゃないから、やっぱり自分一人の時間の時になってることもなってるというかね、あるわけだもんね、うん、そのできないな、その受け止め方なんだよな、それが。まあ、お子さんが例えば発達障害ということもあるだろうし、うん、ご自身がっていうこともある、受け止め方って難しいでしょうね、やっぱりね。かなりね、やっぱなんだろう、一番苦しいのは怠けてるとか、うん、だらしないとか、うん、それから努力が足りない、うん、まあ、片付けられないのはだらけてるとかだらしないとかって言われるんだけれど、うん、片付けられないのうちの一つとして、うん、その作業の途中違うところに気持ちが行ってしまうと、うん、そこで放置してしまうんですよ、はい、だからどん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 それをやってったら、まあ、片付くはずもないわねっていうところで、はいはい、うんうんうん、だからどうしてもっていうのがあるんだけど、それを何度も何度もやっていくんだけれど、自分もすっきりしたのが好きだからやりたいんだけれど、うん、できないって思った時には、うん、あ、これもう自分苦しめるからやめよって、うんうん、人がどうのこうのじゃなくて、自分がこれ以上苦しくなっても意味ないかなっていうところで諦めるという形で、うんうんうん、そこだよね、うん、だからそこが受け止めにつながるんでしょうね、やっぱりね。そうそうね、嫌なんだよね、諦めるのは嫌な自分もいるわけでしょ、そうそう、だけど
そっちを選ぶっていうことも必要になってくるってことか。あんまりこれやってると本当は精神的にきつくなってくるんですよ、うんうん、だからそういう時こそそのお掃除なんであればプロに頼んだりっていうことは、そう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 、もちろんお金がね発生したりするんだけれども、うん、そこの兼ね合いをこう考えながらやっていくってことになるんですかね、うん、そう、うん、やっぱねどう頑張るのは分かるんだけど、うん、頑張っても頑張ってもできないことってあるんですよ、うんうん、あのよく私例えるのは申し訳ないんだけど、車椅子で歩けない車椅子の人に頑張って歩くようになるかって言ったら歩けないんですよね、うんうんうん、あと松葉杖つくとか誰かに肩貸してもらうとかして、うん、なんか歩いてるっぽく見えるとかそういう風なのはできるけど、はい、完全に一人で歩くなんていうのができない、うん、その人たちに歩いて頑張れ努力しろとか言われても無理じゃないですか、うん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 、だったらば車椅子もしくは松葉いろんな方法を使って自分が快適に生活できる方法を考えた方がいいなっていうところが、ごもっとも自分の方には来たわけで、それで自分が一番生きやすいように、うん、せっかく生きるんだったらね、うん、生きやすいように生きたいじゃないですか。わかる、笑っていたいし ね、うんうん、だからそこまでというか、そういう本当の渦中だとそこが見えないというか、そういう気持ちに至らないのかなってちょっと想像してしまって、うん、その場合に何か手助けになることってあるのかなって思うんだけど、ね、一番大事なのはね、うんうん、人出会い、私かなりこれ本当に人に助けられてきてるから、うん、はい、結局最初のこの自分の特性を知らなかったけど、その時のお付き合いしたっていうかね、あの教えてくれたお客さんたちとか、はい、そういった人に助けてもらってるけど、はい、これ一人で何とかしようとか、うん、そういう気持ちで言っても全然良くならないんですよ、うん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 、だけど何を助けてほしいかっていうのが周りの人には分からないから、うん、私はあのイベントとかいろんな時なんかよくありますけれども、うんうん、そういう時はもう、あ、何々さん、私これ計算できないからお釣りお願い、はい、とかもうお願いするんですよ、ね、うんうん、そうで、その言われた人は、ね、言われなければ何手伝っていいかわからない、うん、でも、もうここでいや私責任者なんだからこれはやらなきゃとかっていうよりも、はあ、いや私計算本当できないから計算できる、はいはい、あなたにお願い、はいはい、あここはあなたできるよねとか、うんうん、私これができないから、でもできるところは私思いっきり私に振ってみたいな、うんうん、もうそういう形で、うん、できないところはこういう形でできないからお願いしますって、あのもう頼んじゃった方が、だからやっぱりその出会うためにも、うん、やっぱり自分がもし外の人に会いたくないっていう、これも特性だったらどうしようって今思いながら聞くけど、うん、出会うためにもやっぱり一歩外に出た方がいいんだろうか。そう、あのね、一歩外に出るのが難しいっていうのが分かる。そうでしょ、私も基本的にね、うん、引きこもりっていうか家に出なければいいっていうのがあるんだけれども、うんうんうん、幸い今は本当ね、もう本当にね、うん、外に出なくてもつながることできるから、はい、なんていうのかな、スマホでもパソコンでも自分の本名を出さなくても相談するっていうこともできるし、うん、例えばうちでもそうでいいし、そういったとなんていうのか同士が集まってるところでもいいし、はい、まあ、本名を出さなくてもいいから仮の姿でちょっと話を聞いてみるっていうところから進めるのも、うん、人だから大切だからってもう10人も20人も必要ないんですよ、はい、もうかけがえのない一人さえ見つければ、うん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 、そっからなんとかって方法があるから、うん、無理して出ようってその一歩は大事なんだけど、うんうん、その出ようっていうところに本当に辛いのはわかるから、はいはい、それで苦しくなるよりも、うん、できないなりの方法をもうちょっと考える、うん、もう電話も正直言って苦手な人もいると思うんですよね、うん、はい、でも苦手なんだけれども自分っていうものを偽ってちょっと自分の名前は出さなくてもいいから、うん、まあ、友達の話なんですけどねっていう形で話すのもいいし、うんうん、それがダメならメールっていう方法もあるし、そうだね、メールもね使えるよね、うん、だからそういった形で何かしら情報を得ようとすれば、うん、うん、少しずつ少しずつどうしてもダメだって言うんであれば、まあ、また他の方法もあるんだけれども、うん、考えなきゃいけないんだけれども、うんうん、そうね、外に出るというよりも、うん、とりあえず情報を得る方法を、うん、手段を考える、うん、なるほどね、またちょっともうちょっとそこのとこも聞きたくなってるので、また来月、うん、どんどん続いていく ね、ありがとうございました。今日も吉野さん、ご自身の話をやっぱりこうやって話してもらえることですごく身近に感じるというか、分かりやすいというか、なるほど、そういうケースがあるかっていうふうに、受け止められるので、またぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。それでリクエスト曲よ、ね、何でしたか、ね、今日は
水平線。どうしてどうして。いやこれね、私最初ほら、私そういったテレビとかもラジオはちょこっと聞くけど、うんうん、テレビとか見ないから分かんないのね、はいはい、だけど息子がなんか歌ってたのよ、うん、それでなんかめちゃくちゃいい曲じゃねっていう、聞いてると歌詞もなんかうんうんとか思って、両側がね、両側が見えるんだよねこの曲ね。お、素晴らしい、これはよかったということで、バックナンバー水平線かけさせていただきます。吉野さん、また来月よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。